の、ハイチです。2月24日日曜日にですね、自分がずっと緊張するって言ったイベントがあったんですけど、それが終わりました。だから今すごくね、緊張感から解放されてる状態なんですけど、皆さん、TED っていう、TED っていうイベントをご存知でしょうか？クマが出てくる映画じゃないよ。あれじゃなくてね。そう、TED っていうイベントがあって、で、海外とかではものすごく有名で、YouTube でも調べてみてください。チャンネルあるんですけど、登録者やばい数ありますから、そう、人数いるんですけど、その TED っていう、そのスピーチ、有名な方がいろんな自分の生き様とか、あとは考え方とかをスピーチするっていうそのイベントがあって、それの派生した、TED っていう元が派生したイベントに、TEDXっていう、テッドに X がくっついてるイベントがあるんですね。でそれが、日曜日に、TEDXICU、国際キリスト教大学が、舞台になって、舞台とかね、場所になって、開催場所になって、行われて、でそこで、スピーカーとして、皆さんの前で喋ってきました。ちょっとその様子ね、音声出すことができないんですけど、こんな感じで喋ってんだっていうのをちょっと見てみてください。どうぞ。都内にある国際キリスト教大学で、TEDXICU が開催されました。スピーチを終えたハイチ氏にインタビューしたところ、まさかの鳥に驚いている。ひとまず学食のカレーは美味しかった、などというコメントを残していたそうです。はい、ということでね、まぁ、こんな感じです。で、これの実際のスピーチの映像とか、スピーチ内容っていうのは、これからですね、なんだ、テッドの本部の方にちゃんと編集したものを送って、OK がもらえてから投稿になるらしいので、おそらく4月以降なのかな、に投稿されると思います。投稿されたらまたアナウンスしますので、ぜひ見てもらえたらと思うんですが、まあ、実際終わってみてですね、まあ、終わった瞬間からも反省です。喋って舞台袖に行った瞬間に、もうめっちゃいろんなこと反省しましたけど、でも自分の喋りたかったこと、伝えたかったことっていうのは喋れたとはある程度は思ってます。でもスピーチっていうのはこれ喋ったぜっていう自己満足じゃダメなんだよね。聞いてくれてる聴衆の方がいらっしゃるので、その方たちに届けることが大事だとすごく思ってる。受け取り手にそこはやっぱ自由があると思うので、うまく届いてたらどうかわからないし、あと15分ぐらい喋ったんですけど、前半はね、割とちょっと気持ちに余裕があって間が取れてたんですけど、後半、ちょっと喋り、なんか時間がやべえ、いっぱい喋っちゃったと思って焦っちゃって、どんどんこう早口になって、こうね、詰めて喋っちゃったんだよね。やっぱり喋るときっていうのは間とか、その声の抑揚とかがすごく大事だと思ってるから、それをね、やっぱね、後悔じゃないよ。ごめん、反省です。はしてるんですが、まあ、次に活かせたらなと思ってます。まあ、みんなの前でね、いつか、こう喋る機会というかがあったらいいなと思うんですけど、多分これから増えていくと思うんでね、去年もすごく多かったから、そういう機会は、そういう時にもうちょっとうまく喋れるように、やっぱり自分の今回の反省も生かしつつね、どんどんスキルアップしていけたらなと思っております。頑張る。で、今回 ICU のその国際キリスト教大学に、ね、初めてお邪魔したので、ちょっと大学の雰囲気とかを簡単に共有できたらなと思います。もしかしたら興味ある方いらっしゃるかもしれないしね。で、実際行ってみて、学力レベルは、まあ、ネット情報とかだとやっぱ偏差値はかなり高めです。非常にちょっと優秀な大学なんですけど、まあ、生徒さん、まあ、スタッフの方メインだけどね、十数人かなと話をさせてもらって、まあ、なんていうのかな、意識が高いというか、この中で自分が学生生活を送ってたら、その嫌でも切磋琢磨できる、すごくいい環境にあると思います。実際にそこの生徒さんみんな話を聞いてて、やっぱり大学楽しいってすごく言うんだよね。それは、でも忙しいの。1年生が多かったんだけど、すごい課題が多くって、めちゃくちゃ忙しいんだけど、多分ね、彼女たち、彼たちはすごく充実してると思う。それがやっぱり表情に現れてるしね。で、自分の大学生活を振り返った時に、やっぱそれとはちょっと違ったよね。だから自分も、そういうとこに行けたら、もしかしたらまた違う大学生活を送れてたのかなとはすごく思うので、もし興味ある方なんかはオープンスクールとか参加していただけるといいと思います。めちゃくちゃキャンパス広くて、ちょっとそこは困るとこなんだけど、だって下手すると体育館から次の授業行くのに自転車使わないと間に合わないって言ってたからね。マジでとか、俺ちょっとカルチャーショックでしたけど、まあいろんなすごくおすすめというか、おすすめできる大学ではあったので、ぜひぜひ興味ある方チェックしてみてください。で、最後になりましたけど、当日行った時にですね、そのキリスト教大学の生徒さんもそうだし、他の大学の生徒さんもいたんですけど、あとは、来てくださったお客さんの中にたまたまいらっしゃったお母様と、高校生かなの女の子もいたんですけど、動画をね、実際に使ってたよっていう方とか、使ってくれてる方がいらっしゃって、たくさんね、声をかけていただき、本当ありがとうございました。なかなかね、そういう機会ないので、すごいちょっとテンパった
ちょっとテンパっちゃったんですけど、でも本当嬉しかったです。だからこれから、やっぱりそれってすごく、こう実際にね、使ってくれてた方の声が聞けるのって、やっぱり貴重な機会だし、やっててよかったなって思う瞬間でもあるので、そういう機会がこれからも多くなるように、いろんな方に知ってもらって、いろんな方のプラスになるように、いろんな方の力になるように、これからも活動頑張ろうと、改めてね、カブトノを締めることができましたので、これからも頑張っていくよ。はい、という感じで、ちょっとまとまりなくなってしまいましたけど、ご視聴いただきありがとうございました。